はい、大阪教育大学の寺島と申します。えっと、今の佐伯先生の発表や学校の取り組みに基づきながらですね。えっと、この愛和小学校の取り組みから、一体どういうことが学べるのかっていうことをえっと整理させていただきたいと思います。テーマはこういうことだったと思います。ちょっと大きいんですけれども、もうかなり大部分を占める佐伯先生も3年目で若 -4 年目に入りました。かね若い先生たちが集まる。 東京の公立小学校ですこういう学校が一人一台端末の環境の中で学校を変えることができるかどうかということに大きい意味ではチャレンジしていたのではないかなというように思いますそういう中でえっと一人一台の取り組みと事業づくりについて試行錯誤でされてきた部分とそれだけではなくて 授業を変えるだけではなく学校自体がやっぱり変わってくるプロセスも本校を通して拝見させていただいたかなというように思っておりますまずは授業なんですけれどもよく相場小学校で佐伯先生今日の発表にもありましたように混迷期という言われ方がされるんですけれどもいや私は必ずしもこんなんなか慌ててただけではないという具合に思っておりましてまず一人一台みんなが初めに 短い時間ではあるんだけれどもでもかなり継続的にずっとドリルの学習に取り組んできたことそしてその次のステップとして教師だとか子どもによる情報提示っていうのは2年間の間ずっと続いてきたことかなというように思います。まあ、かなりベーシックな取り組みで、えっと、今日もいろんな発表で紹介されてたような取り組みですね。 こういうようなところが、えっと、いつ行ってもですね、えっと、どの先生からも見て取れるというようなことが分かってきたかと思います。2点目、えー、質より量に取り組んだということで、えっと、一単元のこの授業をすごく凝ったふうに作ろうと思えばものすごく時間がかかるんです。愛小学校、あの 事業研究会みたいなこともかなり行われていますけれどもかなりやっぱり課題が残る事業が若手の先生がチャレンジしているだけに結構多かったという具合に私は認識していますその代わり随分、えっと、とかなり量に取り組まれたというようなところが大きな特徴です今エビデンスだとか学習効果っていうのが要求される時代なんだろうという具合に思いますし愛媛小学校も取り組まれていますけれども それより前にです、ねえっと、いっぱいチャレンジしてきて初めて学習効果が高まるものですからそういうところにチャレンジされたという意味でテーマにもあります日常化ととといいうところをクリアされたと思いますその次のステップとして例えば今時のえっの、と、通常授業にですね、えっと、共同学習的な要素を取り入れるだとかそういう時間を増やしていく。 そういう授業も相和小学校では行われいわゆる教師がファシリテートすする能力みたいいななこともかなり議論されていますでも終わってみてトータルで見てみると既存の教科場面よりももっとですね新しい学習場面の方が一人一台には合うんではないかというようなことも実際のチャレンジの中で分かってきたかと思います例えば、まあ、スカイプによる英会話の交流ですとか 1>, まあ1年目から入ってきたプログラミング学習最後の方はマインクラフトの活用なんかっていうようなところに積極化感にチャレンジをされていますこのほか例えば音楽で作曲をしたりだとかまあ反転学習って言いましたけど持ち帰り学習ですねいわゆるえっと今時の取り組みにチャレンジをされてきてむしろそっちの方が子どもたちがかなり生き生きと使っているというような様子が見えてきました。 だから既存のところに ICT を入れていくっていうこともいいんですけれどもこれを入れていくことによってもう少しこう革新的なですね授業も考えていかないといけないし行った方がいいのではないかなという具合に私としては読み取りました一方ただ単に授業作りだけではなくてえっとこの学校にとってはあまり先ほどえっとのつくばの小学校のような なんか伝統的な事業研究文化っていうのがなかなかない状況だったんですけれどもこの新しい学校においてはそこに事業研究においても ICT を活用して LMS との連動により事業のデータを取ったりだとかディスカッションをしたりなんかっていうような試みが事業研究会でもかなりアクティブに行われてきましたその中で切磋琢磨したようなことそしてただ単にえっと 事業をなんか新しい革新的なものをやるというわけではなくて入学者が増える中で環境を維持していくために本当に多様な人材との連携を行ったというようなところがポイントになっているかなというように思います。加えまして今日の佐伯先生昨年度もお話をされてましたけれどもかなりの外部公開を重ねられただ単に事業を公開していくだけではなくて えー、よその地域だとか学校の先生方に向けた研修をやることでさらに自分たちが学び続ける教員としてチャレンジしていっているというような様子もすごく印象的でしたこういうところから自分たちが学ぶだけではなくてそれを還元しながらまた自分たちの学びに戻していってですね授業に返していくと。 いうようなサイクルが、この愛和小学校で成り立っていたというところが、まあ。チャレンジだとか、彼らの、その熱心に取り組まれたところが、具体的にこういう形で反映されているのではないかなと。いう具合に思った次第です。私からは以上です。どうもありがとうございました。